はい、っていうことで、もうとりあえずこの世界でやることっていうのがもうなくなっちゃったんだよね。3DS 版で追加された、ね、追憶の迷宮、あっちも終わっちゃったし、竜神王との話も終わっちゃったから、もう、だから本当に、あとはエンディングもう一回見て、終わるだけだね。お金減ったね。なんかトロで言わないかな、ここら辺で。お、あのエスタークを倒したお前こそ自ら地獄の帝王と名乗るにふさわしいの。ありがとう。ああ。待って、あ、俺も100時間遊んでんだ。100時間遊んで、あれからまた200キロくらい走ってんだね、俺。やったんだな、戦闘回数。何体ぐらいさ、メタキン倒したんだろうね。全モンスターで、あ、違うか、系統別に見た方がいいか。スライム系で、あ、メタルキング158匹倒してたね。まあ、やったね。まあ、っていうところで、行くか。そして、物語を、うわぁ、終わるのか。終わらせるか。さあ、来たぜ。ラプソン2回戦だ。これが本当にドラクエ8最後の戦いだね。行くぜ。全力投球だ、みんな。どうしようかな。ドラゴンソウルとかやりてえな。最後だしな。貯める。で、モリエルをゲルダにやる。ゼシカどうしようかな。マジックバリアとか、やっとくか。絶対だってこっちの方が先に攻撃できるからね。あ、バイキルトやっとこう。よし、これでいこう。バイキ。全身力貯める。貯める。でも、凍てつく波動やってくるからな、あいつ。それが嫌なんだけども、20上がったね。凍える吹雪が痛い。怪しく光ってゲルダねえんだよ。ああ、よかった。ゲルダねえなかった。貯めよう、貯めよう。マジックバリア。ここら辺でいいや。やっといて、無理に出ちゃってる。俺は力貯める。マジックバリア。これ、凍てつく波動来ないでほしいな。やめてほしいな。あ、いいよ、そんぐらいだったらいい。大丈夫、全然 OK。もう全然 OK だから、耐えられ耐えられる。全然よ。よし。で、3回行動がないっていう、なんか優しさ。なんか優しさをそこに感じちゃうな。待ってよ、キラジャグもここでやっちゃうか。いや、でもな、せっかくだから貯めてえな。モリエルをゲルダにやって、フバハやって。あ、いいよいいよいいよ。上がりきらないけど、ベホマズン、ベホマズン、みんな回復。オッケー。で、フバーハやって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 、で、モリーがエールを送って、スーパーハイテンションいくかな。ああ、いかない。大丈夫。激しい炎は来るけども、痛くない。もうやっちゃうかな。貯める。いや、やっぱやりたい。最後だしな。フバーハ。よし、積み込み。オッケー、モリエル先に入った。上がりきらないね。あ、来た。スーパーハイテンション来たぜ。で、今のゲルダさんめちゃんこ強いがね。なんでかというと、エスタークがくれた、なんか帝王の腕輪ってやつなんだけど、あれがね、攻撃2倍になるんだよね。ちょっとあれ使ったらもう俺一撃で倒せんじゃね。じゃあ、とりあえずドラゴンソウルやって、で、ゲルダキラジャグやって、モリーは、じゃあ、ゴッドスマッシュ、いや、エールを俺にやっとこうか。で、ゼシカは、まあ、念のためピオリムで。どう？これ。え、倒した！うわ！ ごめん。終わった。一撃でした。一撃で終わっちゃいました。あー、ドラゴンソウルで行きたかったなー。失敗したかもしんない。かわいそう。かわいそうだよ。あ なんか こいつの野望が 本当に一瞬で 本当に一瞬で終わっちゃった。 すまんな。ちょっと、私はトロデオの家臣になった覚えはないわよ。ちょっと変わってる。私もさ。あ、本当。え、モリは？わしもだ。うっそ、モリーだったら乗ってくれよ。ん？わ そこら辺変わまあ、るんそんだ。なことはよいではないか。あ、面白いとにかな。く、みんな偉かったぞ。ここセリフ変わるんだ。で、ミーティアがすっげえ目で見てたけどな。まったく、
くあの野郎、うん、何が平民風情は式に招待できないだ。ムカつくぜ。俺全然平民じゃないんだけどね。ね、この前知った事実だけども、王者の儀式からだいぶ経ったが、うん、あの様子じゃ相変わらず少年は腐ったままだな。何も変わってないよね、あのまま。でも明日になれば、うん、姫様はあいつと結婚かな。どうした？そうだ、指輪だよ、うん、あの指輪があっただろ。変わった。お前の親父の指輪がさ。そうだよ。え、待って、これ変わった。指輪を持ってるんだろ、うん、それをクラビウス王に見せてみたらどうだ。分かった。クラビウス王もお前が亡き兄の息子だって分かれば、うん、考えを変えるかもしれないぜ。変えてほしい。めっちゃか、でもな、そうだよね、クラビウス王はめちゃくちゃ分かる人だからね。一か八か話をつけに鳳凰の館へ行ってみろよ、うん、さあ行ってきなよ。分かった。ククール、お前わすげえ、マジか。行くか。てかこのアルゴンハートもこれもでけえもんな。あ、待って、あ、もう鳳凰の館にいる。こんにちは、こんにちは。おお、見ない子だな。まあどうせトロデインかサザンビークの従者なのだろう。いや、そんなんでいいのか。お互いこんな夜遅くまで大変だよな。警備ザルじゃね。あれ、これどこ、こっち奥、これ上。あ、待って、こっち入れる。あ、あれ、そして夜が明けた。あれ、あれ、これまずくね。あれ、あ、やべえ、あ、やっちゃったかもしんない。よし、3回戦。ようやくここまで戻ってきたぜ。もう一回エンディング見ることになるとは思わなかったね。うん、ゲルダも一応一回って。あれ、よし、行くぜ、ドラゴンソウル、どうや、よっしゃ。穏やかということで戻ってきました。うん、安易にいろんなとこ行かない方がいいね。これってさ、こっちが出口だった。意を決したのに行けなくなっちゃったチキン野郎になっちまったじゃねえか。俺じゃねえか。やっぱな、RPG だから自分を投影しやすいんだよな。じゃあ行くぜ、お邪魔します。あ、いる。他は、あの、ちょっとごめんなさいね、ちょっと周りをちょっと探索させてください。またやっちゃってんだけどね。あー、入んなくてよかった。いや、こっちいい、こっちいい。多分向こうだな、向こうにいる。え、待って、ここってそういうことな。ここってそっちにもいるし、こっちはミーティアじゃない。誰、大臣かな。あれ、待って、あなた大臣ですか。大臣さん、こんにちは。なんじゃお前は。確か姫を連れしてきたトロ伝国の衛兵であったな。しかしそれ以前にもどこかで見たような。ゲー、 お前はもしや王者の儀式の檻にジャグス王女を護衛した旅人。頼む、あのことは内密にな。王者の儀式に助けをつけたなど王子の恥になるから。恥でいいじゃん、恥だよ。生き恥を晒してんだあいつは。よー、来たぜ。クラビウス王はそっちか。お邪魔します。そう、ようやく来ました。30分ぶりだな。来たぜ、クラビウス王よ。いやいや、お前は覚えておるぞ。うん、かつて王家の家宝である魔法の鏡をくれてやったな。あ、そうでございます。どうしてお前がここにいるのだ。ん、何かわしに大事な話があるようだが。やっぱ話のわかる王様だよな。普通怖いじゃん、こんな剣持って重装備で。あ、クラビウスにアルゴンリングを見せようか。見せよう。この指輪はアルゴンハートを石に使ってるな、うん、どこで手に入れたのだ。事の手間全部を話すのか。うん、自分の父親と恋した女性と。さすがのわしも頭が混乱してきそうだよ。その間にできた息子だってことでな。だがお前が我が兄エルトリオの息子だという話は本当のようだな。そこ信じてもらえるんだ。でなければ身内しか知り得ない事情をそこまで知る由もないであろう。身内しか知り得ない事情ん？思えば、
もし兄が国を捨ててお前の母を追いかけていかなければ、うん、今頃は兄がサザンビークの王のはずだ。でもな、まあでも、どうなってたんだろうね。そしたらもしそうだったらお母さんがねえ自分でねえ先に亡くなることもなかっただろうし、ただお母さんは残されて自分だけがこっちの世界に追放されてたっていうこともあり得るからね。それでサザンビークの王様、自分のお父さんにね引き取られて育って、ただそうなるとミーティア姫と幼い頃の記憶とかなくなっちゃうんだよな。これまでの旅も全部なかったことになるし、あの時こうしてればってのは自分の今まで辿ってきた道筋全部をさ全部否定することになっちまうかな。そしてお前が王子として生まれていればミーティア姫と結婚するのはお前だったかもしれん。ただそれってのはミーティア姫が好きになってくれた、ミーティアが好きになってくれた俺じゃねえんだよ。だが今さら何を言おうが、それらは全てもしもの話だよ。そうだよな。王位継承権を持つ者が新たに加われば国が乱れるであろう、それが分からぬお前ではあるまい。あ、そうだけどな。だけどクラビウスに、まあ自分の息子だからな。だけどあいつとミーティアが結婚するのは許せねえよ。お前に野心がないことくらい分かっておる。ああ、お前が今この指輪を持ってきたのは、つまるところチャゴスはミーティア姫にふさわしい男ではないと言いたいのだろう。そういうことです。よい、あれが未熟者であることはわしも十分承知している。アルゴンハートの件も分かってるだろうからね。だがわしとてこの親、チャゴスの結婚を喜んでやりたいのだ。まあ、そうだよな。憎たらしく思ってんのは俺たちが身内じゃねえからだよな。まあ一応は繋がってるけど、ただやっぱクラビウスは自分の子供だから愛情あるからな。聞けばお前はミーティア姫と幼少の頃からの付き合いらしいが。そうっすね。やはりお前はミーティア姫のことを好いておったのか。それはもちろん、はい。まさか結婚したいほどミーティア姫のことを好いておったというのか。まあそれはまあ、はい。少し長くなるが、はい、これはチャゴスの祖父、つまりわしの父である先王が王子だった頃の話だ。この話は先王が諸国漫遊の旅をする最中、トロデーン国の姫君と出会い恋仲になった。しかし当時のサザンビークとトロデーンは犬猿の仲でな。そうだね、とてもそんな状況にはなれなかったんだ。それゆえトロデーンの姫君を妻に迎えたいという先王の望みは周囲の猛反対で叶わなかったのだ。結ばれることのなかった二人は将来お互いの子供を結婚させようと約束した。そこまで知ってた けどもだよな。まあただ子供が、しかし先王もトロデーンの姫君も男児ばかりに恵まれてな、とうとう二人は約束を果たせずに亡くなってしまった。ならなあ、この約束ってのが二人が亡くなった時点で破棄されてればよかったんだけど、でもやっぱね、伝統を重んじるじゃないけどあるからな。そうだよな。わしは亡き先王とトロデーンの姫君の代わりに二人の約束を果たそうと考えた。クラビウス王は本当に優しいんだよな。ただその優しさがかえってっていうのもあるけどね。だからこそあのチャゴスが生まれてしまったわけだけどでも本質的には本当にいい王様なんだよな。そしてトロデ王にチャゴスとミーティア姫の結婚を申し出た。よくもやってくれたな。
だからこそこの結婚を今さら取りやめるわけにはいかんのだ。やだよ。悪く思わないでくれ。話は以上だ。あれ？もう帰るがよい。うっそだ。まあでもここでもう引けないか、クラビウスは。でも、やだよ。王位継承権を持つ者が新たに加われば国が乱れるであろう。お前を認めるわけにはいかんのだよ。悪く思わないでくれ。話は以上だ。もう帰るが。嘘だろ。あ、チャゴス、お前が破棄すると言えばいいんだ。だけどここで起きたことをお前が口外すればお前の命はないと思え。いいな。ダメか、こいつぐっすり寝てやがるぞ。ちきっしょう、どうすりゃいいんだよ。え、俺の選択肢で合ってたかな。大丈夫だよな。だってお、ミーティアのこと好きなんだもん。それはしょうがないよな。好きなもんしょうがないじゃん。ミーティア、ここいる？ミーティア。あ、トローで。おお、ヒューガが姫のご栄ご苦労であったな。じゃがどうしたのだ、姫をこの島で連れてくるというお前の役目は終わったはずで。それがわざわざこの夜更けにわしに会いに来るとは。よ、もしやわしのことが好きすぎてみたいな、そんなこと言うね。いや、言わずともよい。わしもいろいろと考えていたところじゃ、ミーティアの幸せについてな。さて、わしはそろそろ眠ることにするぞ。お前も宿に戻るかい。まあ、そうだけど。あ、大臣、うつらうつらだね。うつら、座ったまま寝てる。王様を隣にして。ミーティアは？なんでこんな物騒な部屋に泊めてんだ。え、ミーティアは？ミーティア、ここにいないのかな。ミーティアいる？ミーティア、いそうである。あの、ちょっとお邪魔かなみたいな。ちょっと、ミーティア、あ、いない、あ、いる！ミーティア、来たよ。これじゃ俺が盗撮魔みたいじゃんか。よ。まあ、この隊長、こんな夜更けにどうなされたのです？姫様はもうお休みになられました。あと、明日はいよいよ結婚式です。姫様にお話が あってきたとしても、この場は諦めてくださいませ。ミーティア、ダメ？お邪魔しますぜ、森。うん。あれ、なぜ姫は来ない。あれ、ミーティア姫はまだか。あれ、今ハワード様いなかった？あれ、今なんかハワード様いなかった。あれ、ハワード様いたよな。ちょっと待った、ハワード様がいた気がする。何のつもりだ。あ、待って、メダル王子もいる。僕の結婚式を台無しにするつもりか。そうだよ、その通りだよ。くそ、今すぐそいつをつまみ出せ。クラビオスをなんか言って。あれ、どうすんのこれ。え、これどうなんの。あれ、待て、その必要はない。あ、ありがとう。え、待って、これどうなんの。あれ、あー、いる。待って、うわ、知ってる方。あれ、待って、あれ、お母様もいない。ゼシカのお母様もいない。アスカンタ王もいるしね。あれ、そこにいる青年にはこの式に出席する権利があるのだ。あ、え、待って、クラビスを言ってくれんのか。お前を花婿こと認める。なんで。いい気味だぜ。父上ほどのお方が何をわけのわからないことを。花婿はこの僕でしょう。なんて言うんだ。このリングは昨夜そこの青年から預かったものだ。それはもしやアルゴンリングなのですか。そうですね。ちょっと待って、椅子を借りたい。よいしょ。おい、よいしょ。ちょっと、よいしょ。自分の位置を変えたぜ、チャゴスよ。なぜだ。
王家に生まれ王者の儀式を済ませたものしか持っていないはずなのに、まあ、済ませることはちゃんとやったかんな。チャゴスやってなかったから俺がやったようなもんでしょ。この指輪は兄のエルトリオの遺品。そこまで言ってくれる。彼はわしの兄であるエルトリオの息子だったのだよ。だからあれだよね、王位継承権的には俺の方が位的には高いんじゃない。遺言に従うなら、うん、兄の子である彼こそミティア姫の夫としてふさわしい人物。そうだね。そんなの納得できません。お前は納得しなくていいんだよ。クラビウスオーズがしてんだからよ。ミーティア姫の言い名付けは僕だったんだ。だから結婚するのもこの僕のはずだ。やばい、なんか悪い笑いが出てしまう。これをどう見てるんだろうね。向こうでにこやかに見てる感じするけど、お取り込み中失礼します。あ、待って、ただいま伝令より花嫁の準備が整ったとの報告が入りましてございます。ってことあれか、クラビウス王がもうあの後トロデに話してくれてたのかな。扉を開けよ、花嫁の入場だ。あ、タカタターンが始まる。タカタターン、タカタターン。うわうわ、あの民衆をにくぐり抜く。あ、うわ、あ、やっぱハワード様だった。チャゴスがすごいことになって、なんか両脇抱えられて、あ、待って、どうすんの。わ、え、あ、みんな、わ、不安な顔してるな。うん、わあ、民衆誰ぞってなってるよね、俺のこと。いやもうだよね、そうなるよね、そうなるわな。お、みんな、うわー、喜んでくれてんのが、あはは、ありがとうおめえら。うん、わー、ありがとう。うわー、え、わっ、わっ、うわっ、わー、よかった。うん、いや、まだあるんだ、よかった、まだムービーあるんだ。これどうするんだろう、もうこのあと本当にムービーないのかな。この先あの馬車でのあの話とかも今回のエンディングはまた別だからな。あ、ここは同じっぽさあるな。仲間たちやみんなはどうするんだろう、一緒に来てくれんのかな、それともやっぱり送り届けてくれるだけなのかな。うん、これで2人は、あ、そっか、今度は走り出さないもんな。そっか、わあわあ、今度こそ幸せだけど、うわあ、あトロでも、あ、トーポも、うわ、そっか、あ、で、みんな、うわ、ありがとな、みんな、あ、兄貴って今言おうとしたな。うん、そうだな、うわ、みんなありがとな。うわ、本当にいい仲間に恵まれたな、すっげえな。で、これで本当の終わりか。いや、よかったね。いや、1回目のエンディングも良かったけど、やっぱ2回目でこうして、なんだろうな、正当に終わったというか、
誰に恨まれることもなく終わった感じかな。一番まとまって平和で終われたエンディングだね。あのエンディング、1個目のエンディングの時も多分結ばれたんだろうね、その先で。だけど、うん、やっぱあのままだと国同士の仲ってのはあんまりいい感じではないと思うからね。でも今回はやっぱりね、2つの国がっていうので終われたから良かったよね。で、なんだったら竜神王が暴れてこっちまで来てたかもしんないからね。あ、でもそれはないか。竜神族がいなくなってたら竜神王もいなくなってたのか。うん、何も知ることなく終わっちゃってたんだろうな。いやー、ね、伊藤静香さんもいるしさねえ、エステラさんの声の人もここにいたんだもんな。本当に豪華だよね、この声優さんたちって。すげえよな。いやー、この声優さんたちもそうだし、だからこの 3DS 版になってさ、キャラクターたちがみんな掘り下げられて、うん、いや、なんかさ、重厚感あったでさ、やっぱ物語、俺やっぱね、かいつまっていろんなところちょくちょく見てただけで全部一本通して見てなかったんだよ、ちっちゃい時。やっぱり自分でこうやって追ってってさ、やっぱ、なんだろうね、やっぱ一個思ったのは届かねえなっていうのが一番大きかったな。津田さんね、何も届かなかったんだよね。ドルマゲスを追うにしても、レオパルドを追うにしても、ラプソンを追うにしても、何も毎回届かなくてさ、一歩届かねえんだよ。毎回負けてばっかで、ようやく一番最後にね、ラプソンを倒すことができたけど、ただそれまでの間にたくさんの人が犠牲になって、助けられたはずの命も助けられなくて、たくさんあったよ、後悔するような出来事が。でも最終的にはさ、みんなを助けられたわけじゃないんだけどな。ただ報われるような、ね、報われることはできたのかな。報われたって信じてえけど、ラプソン最初に封印してくれた賢者たちも、現代に生きてた賢者たちも、みんな必死に生きてたんだよな。なんだったら自分が賢者って知らぬ間にね、えラプソンの手に落ちてたけどね。やっぱすげえな、ドラクエって前のエンディングの時も言ったけどさ、うん、こうして人生をさ、一つの人生を歩めるんだよな。まあ、なんだろうね、結構 RPG、 特にドラクエな、やっぱ主人公にセリフがないからさ、やっぱ自分を投影できちゃうんだよね。うん、 FF とかってさ、主人公声あるし、名前もさ元々あるから、まあ確かにね、あっちも RPG でめちゃくちゃ泣きもするんだけど、やっぱあれって第三者目線から見てるイメージなんだよね。うん、それも好きなんだけど、やっぱこうやって自己投影しながら遊んでいくっていうのがドラクエの醍醐味だから、それがやっぱ違うところだからね。うん、だから、まあ、これからもいろんなシリーズ遊んでいくことになると思うんだけど、やっぱりさ、自分でこうやってね、物語の中に入り込んで、ね、辛いこともあるだろうし、悲しいこともあるし、笑えることもたくさん、泣くことはもうね、十分に十二分にあると思うんだけどね、そういう風にいろんな感情でさ、見てきた物語をみんなと共有して、さらにこの物語を深掘りしてみんなと語り合ってってのが、このドラクエの俺の実況やってる中での一番の楽しみだから、うん、またみんなでさ
語り合ってめっちゃ泣こうぜ。うん、いや本当にドラクエ8良かったね。まあ、こっからボイスアリーの作品ってのはドラクエ11だけか、うん、になると思うけど、そうだね、これは、まあ、一旦はここで終わってしまうけれども、なんかもうだんだんもう沈み込んできちゃったな。いやすげえよかったな、これリメイク。PS5 とかでまた出てほしいな。ストーリーとかそのままでいいんだけど、グラフィック上がったりとかしてさ、やってみたい欲はあるな。さらに賢者たちの深掘りとかね、あったらまたさらに面白そうだしね。でこれはどうなるんだろう、最後は何語るんだろうな。まだあるね。うん、でみんながまた来てくれるのかな。うん、ここのセリフ変わるよな、うん、トロデ。思えば長い旅路であったな。いやほんとね、いろんなことがあったよな。いろいろあったが、まあこれでよかったのじゃろう。うん、そうだね。にしても世が世なら、お前がサザンビーク王家の正当なる後継者であったとは、うん、運命とは不思議なものじゃの。でもそっちにいたとしたら、ミーティアは俺のことを好きになってくんなかったんじゃねえかな。だよね、これが一番良かったんで。さてばあ様たちが交わしたという古い約束などもういいじゃろ。そうだね、あとのことはお前たち自身で決めるがよいぞ。、うん、お父様、そんなことよりほら、はあ、そっか、こっからは、あ、トーポも今見てくれてたな。トーポ見てくれてたな。これ龍神族はあんまこの世界にはかかってこないのかな、この先。うん、ザ・エンド。いやー終わっちまったか。うん、そっか。いやすげえよかったな。でも100時間超えたし、こっちにしよこうか。うん、いや全てをやってクリアするってのもね、なかなか初めてかもしんねえな。ドラクエ9もまだあそこから行けたからね。104時間になった。うん、か、はい、っていうことで皆さん本当にここまでご視聴ありがとうございました。ドラクエ8、この作品でめちゃくちゃ視聴者さんが増えて、うん、箱庭兄弟が成長できたからね、うん、なかなか終わるの寂しいけど、またこれからねドラクエ関連とかどんどん実況していくのでよろしくお願いします。あとドラクエ10の配信とかね、うん、また毎週日水でやっていくから、まあ、初めてコメントするよって方も全然ね、あの本当にねフレンドリーにあのやっていく配信なので、なんだろう、配信者と視聴者じゃなくてね、なんか友達同士みたいな感じで話せるのが、俺はやっぱそれがね一番楽しいし、なんだったら生きがいだし。もう本当にね、なんだろうね、あの配信がね今生きがいになってる。みんなだって何でも喋ってくれるからさ、うん、だからそんな空間でね、やっぱまあ、うん、みんなで加わってお話できたら嬉しいです。うん、これからもっとねたくさんやっていくので。うん、いやーすげえよかったな。はい、では本当に、うん、そうだな、うん、では次のシリーズでお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。
いい感じにこの音楽に合わせて終わるぜ。本当にありがとうございました。